暗黒名画座をご視聴の皆様、ご機嫌いかがでございましょうか。私折島一平ですね、なんと5月31日の広島、そして6月1日2日の福岡に引き続き、なんと、映画の話だけを素材に2時間突っ走る漫談ライブ、シネマ漫談、縮めて折島一平のシネ漫談、見ずに死ねるか死なずに見るかシリーズ、なんと東北初のお邪魔興行決定いたしました。なんと場所は秋田県でございます。秋田といえばね、日本で一番名高い民謡秋田音頭のふるさとだ。秋田名物初森はたはた、小賀で小賀ぶり子ね、能代俊慶檜山納豆に大館曲げわっぱ、その曲げわっぱでいうおなじみの大館市にございます素敵な、はい、映画館オナリザさんでですね、なんと昼夜2回興行、ね、14時30分の昼の部、17時30分の夜の部ということで、午後2時半と5時半、1日で2回興行でございます。ね、その興行にゲストとしてお招きするのが、やっぱり映画大好きのこの男だ。ウクレレ英二さん、一言どうぞ。こんばんは、志村たかしです。ぜひ来てください。お願いいたします。どの志村さんですかそれ。志村たかし、あのね、これはね、生きるの、生きるのね、生きるの志村さんだったら、あ、志村たかしです、こっちの方じゃないの、うまいね、渡辺寛治です、正直に本当のことをおっしゃってくる、ネタをここでやらせるなよ、高宮ネタは、ジェシー、クゴウルはバカ野郎、バカ野郎、本当に映画関係ねえじゃねえかよ、全く本番でやってくれよ、ネタは全く。まあそんなわけで皆さん、折島一平の水に死ねるか死なずに見るか in 秋田、モナリザならぬオナリザの美少、はい、改めて7月ね、7月27日真夏の興行となりますが、昼の部夜の部どちらかだけでも結構です。秋田県のみならず近県にお住まいのお客様、どうか物珍しさでね、一度ぐらい騙されたと思って、はい、どんな映画の話するの、覗きに来てやってください。はい、江戸のね、大国学者平田篤胤を生み、ね、歴史の大家内藤コナンを生み、三冠王落合博満を生み、暗黒舞踏を世に問うた天才土方辰巳を生み、そしてあの不滅のシンガー友川和樹を生んだ秋田県の皆さん、一人でも多くのお客様お集まりをお待ち申し上げております。よろしく。